ディアナビシニョーは2007年、ディアナビシニョーはロシアのバレエダンサーである。ディアナビシニョーはサンクトペテルブルクに生まれた。ワガノワバレエ学校でリュドミラ・コワリオワの指導を受け、在学中からすでにマリンスキー劇場の舞台に出演していた。ワガノワバレエ学校在学時には同校の歴史に残っている記録上で一番の高い成績を挙げたという。 1995年に同校を卒業後、直ちにマリーンスキーバレーに入団し、翌1996年にプリンシパルに任命された。ビシニョーワは、キャリアの初期からロシア国外での活動をはじめ、パリオペラザバレー団、ミラノスカラザバレー団、ミュンヘンバレー団などに客演した。2005年5月からは、アメリカンバレーシアターのゲストプリンシパルとしても活躍している。 高度な技術と豊かな音楽性に裏付けられた踊りを見せ、ジゼル、眠れる森の美女などの古典バレエはもとより、バランシン、ロビンス、ベジャール、ノイマイヤーなどの近現代の作品も踊りこなす多面性を持つダンサーである。近年では、ブラジーミル・マラーホフと組んだ舞台を日本でもしばしば披露している。我がのはバレエ学校在学中だった1994年に、 ローザンヌ国際バレエコンクールで金賞を受賞したのをはじめ受賞歴は多数である。ローザンヌ国際バレエコンクールで披露したカルメンの映像が収録されている。2004年4月にマラーホフと共に東京バレエ団に客演した際のライブ収録である。ありがとうございます。